Chiodai tacio, Jesus Cristo ga chio, chio mo, che Cafarnaum ni, caerimas, chimacimas, care no maciwana tano maci, Cristo ga, sono umi o tote, sono sugikoshi o ste, soste akuma barai o nasatte, sono futarino akuma ni dore sareta sto o kaiho ste, soste, Gibun no machi ni modoru. Shorisha toste, gibun no machi ni modoru. Anata no tokoro ni modoru. Soste, hontou ni kyou wa subarashii fukuin desu. Kyou wa ookina nagusame no fukuin desu. Anata ga osoraku watashi to onaji you ni shinko ga usui. Mada mada utagatte imasu. Soste sono yowai shinko ga watasu tachi o ugokasu koto ga dekinai. Watasu tachi ga Shinko ga nai kara aruitemo arukenai. Shigoto ni iku desho. Gakko ni iku desho. Jitensha ni noru desho. Kuruma ni haeru desho. Ni noru desho. Densha ni noru desho. Subete o wakatte iru desho. Jikan toka jikoku toka subete o shitte masu yo ne. Mo narete iru desho. Mainichi mainichi. Kedo kore wa shigoto iku tame. Gakko iku tame. Kedo aite no tokoro e iku tame ni wa donna chizumo. Donna application, sono smartphone no application toka. Donna ningen teki na chie, ningen teki na risei shikibetsu wa tarinai desu. Shinko ga nai to watasu tachi ga ugokemasen. Kyō mezamete mo, okiteite mo, okusan no sekai ni iku tame ni wa watasu tachi ga shinko ga nai to chikara ga nai. Dekinai. Naze ka to iu to 奥さんはどこから来てます。どういう状態から来てますか。つまりどういう状態から起きているのか。今日主人は子供、あなたが子供を知っていると思う。けど子供がもしかしたら昨日恋人とチャットをしたんです。話したんですけど争ったかもわかる。相手はあなたの子供、あなたの息子、あなたの娘を裏切ったかもわからない。あなたの 主人が深いのところでは迷っているかもわからない。で、あなたがなかなかそちらに入るために力がない。信仰がないから、そして信仰がないと識別することはできません。行く道も知らない。そして行く橋もない。足は動けない。で、クリストはそれを知っています。クリストだけではありません。その 今日の福音に現れる不自由な人の友達は知っています。彼を愛しています。彼を大事にしています。彼のために自分を出て何でもする。信仰があるから、この友達は教会の兄弟のイメージです。教会、共同体。なんかもうそれは何よりも私たちの慰めです。私たちが 弱くてもいいです。今日あなたが動けなくてもいい。あなたには今日、もし今日、信仰が薄くて力がないと大丈夫です。教会にいれば、教会に加えられば、教会に属していれば、共同体と一緒に歩めば、あなたが共同体の信仰によって運ばれる。運ばれる共同体は教会はクリストの体が あなたを支え、あなたを大事にしてくださる。あなたが自分を大事にすることができないが、あなたの兄弟、あなたの牧者、あなたのカテキスト、あなたのために命を懸けている人が、あなたを運ぶ、連れてくる、連れて行く。どこ？クリスト。クリスト の足元までに、あなたを連れる。信仰の道は何ですか？これですよ。私たちが兄弟の中では、 信仰の道は歩んでいる。この信仰の道は私たちの力によるものではありません。この信仰の道は共同体に与えられている信仰によって私たちが歩むことができます。歩くようになります。その奇跡は彼らの信仰を見てから、教会、つまり日本の全ての殉教者の地によって、教会、 の中で働いていた命をかけた宣教師、私たちの先祖、
私たちの先に信仰を得た人々。そして今日もあなたが特別な具体的な共同体に属しているでしょう。で、その共同体には神が信仰を与えます。そして、その一人一人のメンバーは、その共同体に与えられている信仰によって生きる。解放される。回復される。癒される。教会を通して、私たちが相手を愛することができます。奥さんを愛することができます。主人を愛することができます。子供をわからなくても、そのまま受け入れることができる。信仰の言葉を子供に与えることができます。もちろん私たちには、まだまだつまずきがあります。今日の福音に現れると同じように。肉につまずく。自分の弱さにつまずく。共同体の兄弟の弱さにつまずく。何ですかこれ。何ですか。どうして本当に神がこの人を通して働くのか。この人は弱い。イエス・キリストについて考えたことと同じように。その律法学者、その知恵のある人たち。私たちも時々、知恵を持っていると思う。分かっていると思う。相手よりも分かっていると思う。で、その時にはつまずきます。当たり前。神が人間となった。そして人間となると、やっぱり、一番弱い人。ヤウェのしもべにおいて人間となった。一番弱い人を救うためには。で、この救いは何ですか？ここは秘密。隠れています。罪の許し。教会はこの世に置かれたのは、罪を許すため。罪を許すため。罪に許されたら、私たちは、人に許されたら、新しい人間となる。で、この力は、人間に与えられています。今日の福音に、ちゃんと書いてあります。つまり、兄弟たちよ。教会、人間で作られた教会。あなたの兄弟に、その罪を許す、力が与えられています。もちろん、筆跡は、ただ、神父だけ。人間でありながら、クリストの本質を特別に与えられて、クリストの名によって、クリストの、本当のクリスト通して、奇跡的に私たちを許す。で、それによって、その許しによって私たちも許すことができます。つまり歩く。なぜかというと、奥さんとのところに行くためには、主人、友達、子供たちなど、定期まで歩くためには罪を許す力が必要です。信仰による、つまり信仰によって私たちがこの罪の許しをいただいて経験して、そして相手まで届かせます。今日の福音はこれの全てが、を表す。この素晴らしい奇跡は秘跡となり、そして私たちの生き方となる。私たち自身となると言いましょうか。許しの人となる。歩くの人が許された人と許すことができる人です。こういう意味です。そして、そのちっちゃな、ベッドを、ね、寝たきりとして置かれた、その十字架をいつも背負って相手に近づく謙遜。私はこういうものだったよ。許された。恵みによって許された。私は資格がなかったのに、許す。いつもこの自分の弱さ。私は誰であるかを許す。許しを必要とするもの。で、いつも許されて、いつも許す。これは歩くこと。本当に歩くこと。相手まで歩くこと。相手まで行って、命を懸ける。許す。相手の罪を背負う。担う。